そうですね、非常にバランスがいいっていう印象ですね。まあ、弾みも飛びすぎず飛ばなすぎずちょうどいい感じで、まあ、回転もある程度かかりますし、コントロールもしやすくて、まあ、初心者卓球を始める方がフォームを作る段階ですごく使えるラバーじゃないかなと思います。そうですね、やっぱミート系がブロック系がやりやすいなと思ったのと、柔らかいんで結構食い込むんですよね。この分、まあ、いろんな技術がまんべんなくやりやすいかなという感触です。ブロックとかツッツキとかそういう細かい技術だったり、こう安定したプレーっていうのに向いてるかなと思います、うん、ちょっと固めの設定らしいんですけども、その硬い割にはその硬さを感じずしっかりグリップしてくれるっていうのがまず最初に思いました。で、さっきの S と比べてみるとやっぱり S よりは多少威力も出ますし、弧線をしっかりと描いてくれるっていうイメージ。僕的には H が一番しっくりきました、うん、まあ、硬さの割にはさっきの M でも言った通り硬い割にはグリップをしっかりしてくれて、さらに H は表面でしっかり飛んでくれるっていう感覚があったので、強く当たっても落ちなくていいボールがいくっていう印象でした、うん、シートが強いので相手のボールがすごい質が高いドライブとかのカウンターとかもすごくいいボールが出ると思います。